はようございます。今日は11月の28日の日曜日です。やっと青空見えてるかな、お日様も見えてるかなっていう感じでね、ちょっとやっぱ冬早いっすね。今年2週間ぐらい体感的に早い感じがするな。はい。で、まあ、インナーシャツもちょっと あのワンランクあったかめのに変えました。丈も長いやつ。あの、無縫製の、無縫製じゃないか。あの、脇目縫い目なし、脇縫い目なしっていう T シャツの長袖です。はい。で、月下美人さんの、はい、着物の肌着ワンピースという感じで、ちょっとインナーシャツがあったかめ。で、ボタン折りの長襦袢と、糸里さんの半襟でございます。かわいい。昨日なんかね、ちょっと出かけた後ご飯食べたらね、すっごい眠くなって、何にもかけずにうたた寝したら、めっちゃ腕冷えて、私は腕が冷えると本当にね、すっごい寒く感じる人なんですよ。それで今日はちょっとあったかめの格好をしたいという感じです。着物でうたた寝してたので、あの真ん中は全然冷えてないんですけど、腕がもうキンキンに冷え切っててびっくりした。ガクブル震えたもん、寒すぎてガク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 って、やばかったね。もうちょっとでじんましん出るなっていう感じの冷え方させてしまいました。うたた寝危険、ちゃんとなんか羽織ってね、うたた寝しないと危険ですね。もうね、私は着物で生活してるので結構平気でうたた寝着物のままします。はい。よくあのたまによくじゃないね、たまにね、着物着てる時に疲れた時どうしてますかっていう質問がたまにあるんですけど、横になって寝てますよそりゃっていうね。もうね、そんな私あんま座るの得意じゃないんですよ。ずっと立ち仕事で生きてた人間なんで、座ってるっていう姿勢が腰も痛くなるので好きじゃなくて、どっちかっていうとちょっと疲れたらすぐゴロンって横になるのが好きなんですよね。なのでうちの今は畳なんですよ。畳って横になれるじゃないですかね、こたつ入ってゴロンってそのまま仰向けになったりとか、だからしょっちゅうでしたね。今はこたつないですけどね。で、今日は今シーズン初ですね、大島開きます。はい。季節、この着物はいただいた大島だったんですけれども、仕立て直しをしました、富士工房さんで。ですね、この合わせの時期にあるお花が全部いる、おられているので、とてもおしゃれ、考えてらっしゃるっていう感じなんですけれども、新品だったんですけど、お手入れされてなかったみたいで、応変してしまっていて、裏地がね。で、もらってすぐの時に初めて、富士工房さんが、お二人でね、ご夫婦で、うちの店に遊びに来てくれたんですよ。で、ついでに、ごめん、これ持ってってって言って、直しお願いして、裏、黄色にしてくれたらいいわって言って、でも、急にいただいたものだったので、いつもは直す時の、なんていうのかな、どのタイミングで直すかっていうのが結構1年ぐらい前からスケジュールに頭の中でなんとなくあって、それ用にっていう感じで、なんていうのかな、予算付けて、気持ちも高めて、心と、中、お財布の準備をしていくんですけれども、これはいただいた急にもらってくださいっていう感じで、まあその思いが強かったのでいただいたんですけれども、
もうすごく生地は素敵だったんだけど、中がもう本当に黄変がひどくて、早く手を打たないと表生地がもうダメになるなっていうのが判断したので、すぐに富士工房さんにお渡ししたので、ちょっとなんていうのかな、心の準備がなく急に来たお直しだったんですよね。ですぐマイサイズになったっていう、ちょっとイレギュラーなものです。で、私普段自分でリサイクルの着物で紬を選んでた頃は、そのままでも着れる状態のものしか手を出さなかったんですね。で、そのままで着て、擦り切れたら洗い張りして自分のサイズに直してもらって新しい裏地をつけるっていう、そういう流れで来たので、これはちょっとイレギュラーなものだったんですけれども、富士工房さんそれを分かってくださってて、この八掛けですね、八掛けは、私黄色が欲しいですって言ったんですけど、Bタンでぼかしだけど黄色あったからこれにしたよって言ってつけてくださったんですよね。こちらですね。で、Bタンなのでっていうので、すごく安くこの八掛け代させていただいて、普通の本当に自分の好きな色の八掛けをこだわってつけるよりも安くさ直せたんですよね。まあ、そういう直し方もありですね。はい。私はこのぼかしって基本好きじゃないんですよ。なんですけど、まあこれはまあそういう意味でぼかしになってますという感じなんですね。で、このぼかしだけど、まあこの色、黄色がすごく、なんだろう、明るすぎないいい色でね、本当こんないい色よくあの時たまたまあったよねっていうぐらいね、気に入っております。はい。で、まあ突然降って湧いたことだったんですけれども、とても気に入っております。はい。この着物も大事に着させていただいてます。やっぱりこの着物とかもそうだけど、あ、着たいなあの子って思って一生懸命引っ張り出すっていう感じですね。今日ね、3日ほど前からこの子着たかったんです。でもね、ほんとベッタベタのひどい天気で、雨とかの問題じゃないぐらいの、なんかもうあられだかひょうだかみぞれだかも降るし、しかも突然ちょっと止んだと思ったらまた突然すっごい風とともに降ってくるんですよね。やっぱあられひょうがある時っていうのは上空がすごい風舞ってる時なので、 もちろん下界も風がひどいんですよ。で、まあここはね、本当に風が強い地域なので、私住んでるところは玄関のね、鍵開けるところの屋根のところを越えてもう雨入ってくるんですよね、ひどい時は。なのでそういう時は本当にさすがにね、なんていうのかな、このほら合わせて来たら春まで来たいじゃん、何回か。んで春先にね、もう合わせ着ないねって時にクリーニングに出したいじゃん。だからさ、この時期にね、ひどい汚れをつけたくないんですよね。そこですよ。なんでちょっと何日間かこの子着たいなって思ってたけど着れなかったんです。で、やっと着れたんです。今日はなんかコーデの色合いを優先ではなく、糸里さんの襟をつけたかった、この着物を着たかったっていう合わせからのコーデなので、ちょっとね、襟は本当はもっと黄色とか明るい色の方が合うんだろうなっていう感じなんですけど、いいんです。今日はこれが着たいっていうコーデです。なんか私も、まあほぼ毎日着物着てるんですけど、あ、これは繰り返ししたい組み合わせのコーデだな、今日のコーデはマジイケてる、大好きなやつだっていう時と、これはね、本当に着たいから着たねっていうコーデとね、コーデ的には
全然いけてないけど自分の中では着たいから着てますっていうコーデと2種類ありますね。今日は着たいから着てますコーデです。本当はいとりさんのもう一個時蔵さんがくださった多分黄色のボーダーの方がこの着物とは合うんだろうなと思って、どっちがこの季節合うかなとか思いながらつけたんですけど、ちょっとねこの季節ってウールも着たりこうやってかすりも結構着たりするので、ただ縞だけばっかり着てる時よりも襟が難しいんですよね。万能襟ってなくなってくるんで結構難しいんですよね。で、ですね、ここでガチャガチャしないようにパキッと決めれるこの、パッチワークの国金堂さんの帯、またかっていう感じなんですけど、すいません、べっぴんさんなんで何回も使わせていただきます。またです。だってす大島滑るしさ、滑らない、あんまり滑らない帯がいいんだけど、かといって重い帯を今日はしたくなくて、そうすると御金堂さんの紡ぎ帯いいよねっていうことになりまして、この子の登場ということですね。ちょっと後ろをお見せしましたが、こんな感じになっておりますよ。昨日ね、金沢でお寺でやってた着物小物市行ってきて、ちょっと時間なくてもっと畳店さんとお話とかもしたかったんだけどね、チエスさんも来られてて、新井履物店さんとかも来られてて、あと地元の作家さんのね、九谷焼で可愛い帯留め作られとるとかね、あと木とかね、木で帯留め作られてたり、かんざし作られてたりとかね、もうちょっとゆっくり見たかったんだけど、ちょっと新井さんで遊びすぎまして、時間がなくなりまして、まあ、いつものようにとべちゃんとウハウハ行ったんですけど、今回はマネージャーも一緒に来てくれて、前回ね、6月、その着物小物市行った時はあまりにちょっとぎゅうぎゅう人がいたので動画撮らなかったんですけど、今回は、マネージャーも行ってたっていうのもあって動画撮れたんで、もしかして少しお見せできるかなと思っているんですけど、まずパソコンですよねちょっと急にブーンって止まるのをやめてほしいよね。あーん、止まったーみたいなね、悲しい声が聞こえるとひえーってなりますけど、かわいい。ここほんとべっぴんさんやよね。前も横もべっぴんさんなんですよ、この子。やばいよね。マネージャーがね、ついてきたのはちょっとね、会う予定が急にできた人と会わなきゃいけなくなって、その人とつながったのがマネージャーだったので、それでついてきたんですけれども、まあなんかいろいろありますね、着物を通じてっていうのも、いろんな考え方あるんだなと思って、まあちょっと着物はそう？そう、なんて言ったらいいんだろう、なんか会ったのに何をしている人とかよくわからない方あんまり具体的なことがよくわからなかったんですけれども少しお話しして、でまあもともと私と戸部ちゃんは着物小物市に行った後に、それが兼六園の上なんですよね、前田さんの殿さんのゆかりの、お寺なので、兼六園の近くなんですけれども、お城の近くというか、でまあ城下のお城の下の方にあるせせらぎ通りにある、拓也さんにもともと行く用事があって、拓也に会いたいということで拓也さんに行ってました、はい、楽しかったですね、はい、
こんな感じです。あーもうこの帯をすると本当にみんなべっぴんさんになりますね。かわいいですね。いやーかわいい。このすっとまは本当ねえ、恵美子さん本当センスいいよね。こう何でもすっと合わせれますね。しかもなんかちょっと上品なマダムな感じ、いいっすね。でもなんか老ける感じじゃなくってさ、いいよね。すっごい遊び心隠してんだけど、めっちゃ上品な感じでまとまってる。だから2回言ったね動画も2回流せば同じことを2回も言うっていうで今日はマーガレット聞く、マーガレットだっけ、どっちだっけ、糸里さんの、これは手ぬぐいじゃないですよ。糸里さんの半襟は絹化繊だったはず。うん。で、一回洗ってつけると、長襦袢洗濯機で丸洗いネットに入れてするんですけど、その状態を繰り返しても全然変に縮んだりしないので、一回ね、洗うといいです。一回洗うときに柔軟剤しっかり入れると、化繊苦手な方、すごく柔らかくなるので、化繊の、なんていうのかな、苦手な、なんか、肌触りあるじゃないですか。ちょっと独特の硬さっていうのが、もう柔軟剤でしっかり柔らかくなるので、柔軟剤入れて洗うのがおすすめです。その後ね、無理にアイロンをかける必要なく、そのまま、パンパンってして干して、いい感じでちょっと縮むので、で、そのまま、ふっくらしたまま、襟につけるといいです。そして襟は本当にふんわりしてるので、この子。もちろん襟芯入れてないですよ。ふんわりしてるので、なんていうのかな、パキってここね、縫うところ、折るところもふんわりしてるんですよね。なので、いつもよりちょっと細かくは縫った方がいいと思うんですけれども、ちょっとシワになったりとか、ここのね、襟のここのとことかね、よくシワになったりするじゃないですか。薄い半襟つけるとき。そういうね、なんていうのかな、心配しなくていいんですよ。全然ね、テクニックいらないんですよね。ただ折って縫えば、ふんわりもともとしてるので、シワにならないんで、襟の内側も。非常に、半襟付け苦手な方も、ただ縫えばいいと思えば気が楽じゃないですか。おすすめでございます。糸里さんの襟はいろいろあるので、一番常時取り扱ってるのは、富士工房さんの、ネット販売だと思います。ベースとかにも載ってるかと思うんですけれども、富士工房さんの方で、チェックしてみたらいいかと思います。はい、まあ、手ぬぐい半襟はもう定番ですごく好きなんですけど、糸里さんの襟は教えていただいてつけて、ああ素敵って思いましたね。和音さんの刺繍襟も本当に可愛いと思いましたね。うん、な感じでございますよ。でね、足元が、ひびひもの緑ですね。この緑もね、このなんか、全く透明感のないレトロな緑、いい色ですよね。はい。で、足袋が、このひびひもと同じ、モタハンさんで販売されてたって言ったらいいのかな？まだあんのかな？ちょいあったか足袋の、金沢猫、寿司って名前にしてたかな。はい、こちらです。中にしっかり小たび履き込んでおります。はい、あったかコールテン底たびです。はい、かわいいよねで、かんざしが猫ばっか店の時に、買ったつまみ細工を、かんざしにしたやつ2個できたんで、1個ね、一緒に猫ばっか店行ったね、とべちゃんにプレゼント昨日しました。それと、シュシュは、まあ気に入ったら何日もしますね。すいませんね。ですね。絞りのシュシュですね。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。気に入るとね、ちょっとね、自分の中ですごい好き、すごい好きなんだよね。いや、もっと好きなんだよねのこの気持ちが、溜まるまで使い続けたいタイプなんで、しつこいみたいな感じなんです。すいません。はい。あとは、
おろくぐしですね。おろくぐしはね、髪飾りのアイテムとしても非常に雰囲気出ますね。このちっちゃいやつは。古今堂さんで、予約販売されておりますが、このちっちゃい子はね、やっぱりね、まずね、なんか塗ってあるとかじゃないんですよね、この、ツルツルに漆塗ったりとかしてないこの木の木目そのままで、そんでこの丸くなくて、このなんていうのかな、素朴な、もうこのパチンとこうかっこいいこと、もう串刺しました的な、この素朴感がね、たまらなく本物チックですね。なんだそれって感じなんだけど、なんか変に作って和装に寄せましたっていうんじゃなくって、もう日常にこれ使ってるんでこの飾りにしてます的な、なんかクロート感出ますよね。ほんといいっすよマジでね、前髪がやっぱね、これだけね、この小さい櫛でね、しっかりこう研いでると前髪の癖がね、だいぶ収まってきまして、私前髪うねるんですよ、すごく前髪多いんですけど、ここがなんか生え癖でこうねじれて、こっちがプワンって上がってこっちが下がるんですよね。ここにつむじがあるみたいな感じの、なのでここら辺しっかり研がないとなんかパカーンってよくなるんですけど、昨日もまあ結構風も強く、雨も降ってて天候が悪かったんで、前髪の状態がグニュンってなるのあるじゃないですか、シーみたいな、あんなになるなと思ってたら、もう帰ってきてもこうちゃんと栗状態をキープ、栗前髪キープされてて、ツヤっぽいのが残ってまして、ちゃんと髪がねパサパサって感じになってなくて、栗ですみたいなね、ツヤ栗ですみたいになってたんですよね。だからすごいなと思って、変にね、こういう前髪をキープしようとしてスプレーかけたりとかワックス使ったりとかすると、私の毛質的にはもうねベタベタになっちゃうんですよ。うん、柔らかすぎて毛が細すぎるので、なんか下手にね、なんか整髪料つけて固めるってことができない毛質なので、結構ねそこら辺が嫌だなって長年思ってたんですけど、前髪、とにかく髪の毛がね細くてうねっちゃう人、下手に整髪料つけれないタイプの方、真面目に櫛で研いどったら綺麗な髪ツヤになります。はい、これは本当ね、帰ってきてから毎日やってるんです。朝晩しっかり、もう本当にこうやって、なんていうのかな、毛穴に沿ってじゃなくって、逆さ櫛もしっかりして、時下ろしてっていうのを、夜は必ずしてます。朝は逆さ節はそこまでしないんですけど、前の方だけなんですけど、しっかり全体解いて、でその後に、ま、普段ちょっとね頭かゆいなとかね、なんかキリキリってなったなって時とかにちょこちょこってやったりして、ここから出してやってるんですけれども、だいぶ変わりますね。なんか変な、下手に整髪料いらないなと思った。で私が使ってる唯一の整髪料は洗い流さないトリートメントタイプのオイルなんですけれども、椿油ではないです。私は椿油は、ちょっと髪が重くなりすぎて使ってないんですね、実は。でですね、本当にうちの息子のお友達の美容師さん、美容師の男の子のお店で使ってる一押しオイルみたいな、美容院行くとね最後に仕上げオイルつけるじゃないですか。なんかすごくサラサラするけれども、軽いけどちゃんとコーティングするみたいな、そういうオイルをお風呂上がりにドライ、タオルドライの時につけてます。でそれでドライヤーかけて櫛とくっていう感じなんで、それ夜1回だけですね。なんで多分私の櫛にはその油は付着してるんだろうなって思うんですけど、あえて油を添加したりとか、
串に油を塗ったりとかはしてません。ちょっと私やっぱり食品系の人間なので、油が酸化するっていうのが非常に好きじゃないんですよ。危ないなと思うタイプの人なので、あえて油を添加して酸化しやすくする状態にはしたくないので、ちょっとついてる髪の毛のものが自然とつくぐらいでいいかなっていうのと、あとはそんなね油を刺さなくても非常に研ぎやすい櫛なので全然大丈夫ですね。なんで今女性結構お風呂上がりにオイルつける方多いと思うんですよね、頭に。でそのオイルで十分かなって思います。はい。で結構酸化しにくいいいオイル使ってるので出てるのでそういうのでいいんじゃないかなと思いますね。椿油にこだわる必要はないと思います。はい。私みたいに合わないって人も中にいるんですよ。私もやっぱね着物っつったら椿油だろうと思ってね、椿油に憧れがあって買ったこと何回かあるんですけど、まずオイルはもうベタベタになりすぎてダメで、でなんかスプレータイプも全然合わなかったんですよね。いろんなタイプ使ったんですけどダメだっていうので諦めたっていうのがあって、結局は私がその信頼している美容師さんがおすすめするオイルを使っているという感じでございます。はい。もうね、餅は餅屋ですね。髪は美容師さんに聞くのが一番。今いろんなものがね開発されてますからね、上手に利用したいなと思っておりますね。はい、な感じです。で、ですね、今日はそのせっかく大島来たので最近ずっと縫い物してるんすよ、私。手が空けばで縫い物今日もしたいんです。前バッグぶっ壊れまして、私の一番愛用している、3コインズで買った猫の柄の前バッグが収納がされしやすくてね、薄くてすごい使いやすかったんですけど、音をねやはり大根入れすぎですかね、パカッていきましてですね、ああ買うか作るかなんかせんねんいけんねっていう感じになってるんですけど、ちょっと着物のそれこそこれは着れないなという、大島があるので、それで前バッグ作っちゃおうかなっていう気持ちもあって、ね、柄があんまりちょっとっていうのとなんかいろいろあって、これはちょっともう着物としてはなっていう気持ちになってる子もいるんですよね。正直リサイクルで買った子の中でも残していくにはちょっと辛いな、私量的にもそうだし、この子はそこまであれだなって気持ちが乗らないなって子はね、そこでやっぱり形を変えてのお別れかなっていう感じで、でも前バッグになったらこの子は毎日私と暮らすわっていう感じなんでそれはそれでいいかなと思うんで、あとはまあ紬軽くて割に強いので結構前バッグにいいかなと思ってちょっと作ろうかなと思ってるんですけれども、合わせなのでその元の着物がね外すのが結構合わせて辛いよね、外すの。私あんま得意じゃないですけど、それしようかなと思ったらしたら、するとさ、ほら糸くずでブワーっていっぱいブワーってなるじゃない。でそれさ、まあ木綿もつくんだけどさ、もうウールだとさ静電気をきてさもっとブワーってついちゃうんだよね。だから大島いいかなと思ってほらさらーってしてるじゃん。でまあ中にね木綿のね長襦袢着てるんで静電気も起きないので、これ要塞するとき大島いいんじゃないですかねみたいな感じで思ってるんですよ。はい、結構サラサラシャラシャラ系なんでいいかなと思いますね。結局私大島ってこの子とあとそのなんだ浅野葉柄だ、あの子もね本当はバチ襟に直したいんだけどね、襟だけ藤子坊さんに直してもらおうかな、着るときいつもめんどくさいなと思うんですけど、ただなんか全部バチ襟だと広襟の着方教えてくださいって言われたときに、全部バチ襟にしちゃったってへみたいになっちゃったらちょっと申し訳ないなとかも思ってるんです
まあね、そんな私がね教えるほどでもないですけどね、もうね、あの着物のね先生たちがねいっぱいねいろいろ教えてくださってるんでね、私は適当に折り合いっすよっていうぐらいなんであれなんですけどね。まあね、どうしようかなっつう感じでございます。はい、着物の着方はまあこんな遊びながらでも着れるんで、簡単なんでね、着ていただけたらなっていうのと、あとまあなんていうのかな、昨日お会いした方で着物寒いですよねって急にお話でそこに言われたんですけれども、着物って寒くないですよね。中にちゃんと着て、こういうねぴったりした系のものを着て、着れば全然寒くないですし、ただ真冬にポリエステルの長襦袢とかは本当寒いと思うんですよね。下手に静電気が起きて体冷やしちゃうんじゃないかなと思うのでね、なるべく、まあ、静電気が起きたとしても正絹とかの天然繊維の方が体を温めると思います。はい、で静電気苦手な方は木綿の長襦袢があると便利ですよ。静電気全然気にしないで済むんで。この前ね、吉田の日に久しぶりにタートルネックとセーター着てたんですよ。なのでアクリルみたいな感じだったんですけど、もう手先からめっちゃ静電気出て、その時も溶剤しようとしたら切って糸くず入れに糸入れようと思ったら戻ってくるんだよね、自分の静電気でも全然進まないの仕事が。やっぱね、冷えますよね、こういう静電気起きてる状態続くのは良くないなと思って。あ、なんか着物着てると静電気、私の場合このね起きないような素材がほとんどなので、そういうストレスもないんだなと思って、めっちゃストレスじゃんと思って、洗濯機止まりましたね。見てましたけどね。特に大島って薄いじゃないですか。特にまあ、それに作られてる地域がね、あったかい南国の地域なので、あったかい生地ではないんですよね。ただね、目が詰まってて軽くって、風を通さないんですよね。風を通さないっていうことは、体の温度を外に、特に合わせだとね、逃がす力があまり働かないですよね。なので、長襦袢をどうするかでかなり着心地が変わるんですよね。で、ここで、木綿の長襦袢を着ると、木綿ってね、ほんと体温まるんですよ。コットンってすごいよね。で、まあ、なんで私もこのシャツもコットンなんです。ヒートテックではないんですよ。ヒートテックよりね、実はあったかいですね。普通の、コットンの方が。で、ですね、その木綿の長襦袢を着ると体温まるんですけど、ふわふわっとするんですけど、やっぱり通気性がいいので、風で抜けたり、やっぱあったかいもんって蒸発していくので外に出ようとするんですけど、それを着物、この大島みたいにね、目が詰まっている着物を着ると蓋してくれて、体の保温力をこう、この着物の中で保温力を自分で、守るような、こう包んでくれてる状態になるので、かなり薄くてもあったかく着れるという感じなんですね。なんで長襦袢結構重要です。はい、もちろんモスの長襦袢もめっちゃあったかいんですけれども、ですね、心地いい暖かさっていうのは木綿の長襦袢かなって感じがしますね。でもね、もうどうにもなんない寒いって時はやっぱモスの長襦袢のごっついやつじゃないと耐えれませんっていうところはあります。で、そうするとモスの長襦袢と、私はすごいあったかいタイプのモスの長襦袢と、遠州木綿ぐらいのとか、小当たり登山ぐらいのちょっと軽くて薄めの、本来真冬に着れないよっていう木綿の着物を合わせるのも結構好きです。長襦袢自体でほんわりあったかくって、
保温力もあるっていう状態で、さらに上から保温力のあるものを着ると家では暑すぎて動けなくなっちゃうので、ちょっと通気性のいいものを上に羽織るっていうのも一つ、真冬結構何でもね重いもの羽織ってるので、着心地変わるんですよね。外をふわっとさせるっていう着心地もまたいいもんなんで、何でも試してみたら楽しいかと思います。で、私がよく着てる、ボタ織りの長襦袢は、ボタ織りは総紙と短紙って2つ生地、代表的な着物生地としてあるんですけれども、着物にしてるのは総紙のボタ織りです。で、長襦袢で使ってるのは短紙のボタ織りです。で、ギャラリーアンさんっていうところにも売っておりますが、分かりやすいのはやっぱりネットで慣れてるのは小玉さん、染め織小玉さんかなと思います。染め織小玉さんのサイトで、ボタ織りっていう検索をしましたら、総紙短紙どっちの生地も出てきます。で、短紙の方が安いですと、総紙の方が高いです。単物で1万ちょっとです。なので、そんなに長襦袢として高い長襦袢じゃ、押し立てでも自分のね押し立てした長襦袢の中で証券の長襦袢とかよりは全然安く作れます。はい。なので、ちょうどいい価格なのかなと思います。で、プラス、押し立て台ですね。押し立て台はその長襦袢の押し立て台です。で、私が今着てる、今日着てるこちらですね、チェック、この子と赤い子は染め織小玉さんで作っていただいて、そのまんまのサイズでございます。なんか特別カスタマイズしてもらったりとかなくって、小玉さんの長襦袢のボタ織りの長襦袢の作り方で作ってもらった作り方です。はい。で、対してこちらのもう1枚、私3枚あるんですよ。からし色の、からしもかわいいよね。からしかわいいよ。こちらはギャラリーアンさんで作っていただいた長襦袢です。なので袖がね、この長襦袢袖の押し立てになってるかなと思ったら、ここだけちょっと丸みがあるんだよね。このね、違いがまたね、いろんなとこで作るとね、皆さんそれぞれ工夫されてて楽しいなと思うんですけど、ボタ織りってね、やっぱコテッとしとるんでね、入りづらいんで、少しでもここ丸みあった方が袖沿いますんでね、こんな感じです。ギャラリーアンさんはね、色はいっぱいあると思います。確かいっぱいあった。私が探した時はいっぱいありました。アンさんの仕立て方は、まあこの仕立て方なんですけど、どちらもいいですよ。どちらもよろしくてっていう感じです。確かギャラリーアンさんは、地元、ボタ織の地元の会社ですよね。こちらは小玉さんの仕立てで、袖が、トスコハの色襦袢と一緒で、着物袖みたいにこう閉じてるんですよね。はい。閉じてます。はい。なのでね、洗濯により、型崩れしなくていいかと思います。で、小玉さんの特徴は襟が地襟じゃないですね。さっき同じ襟だったんですけれども、違う素材でなってるので、ボタ織りって結構ごっつくなるので、襟の先が、剣先がすっきりします。着やすいと思います。小玉さんの長襦袢届いたら、私は帯芯をここにだけ少し縫い付けて、それでここに紐をつけて切るっていうのがいつものパターンですね。はい。こんな感じです。はい。長襦袢、手ぬぐいとも非常に相性どちらもいいんで、安心して作ってもらったらいいかなと思います。どちらも押し立てがやっぱり、そのお店そのお店で違ってくるので、そこら辺は
あのホームページをご覧になって、価格もねだいぶ変わってきてると思うんで、やっぱ働き方改革とあとエネルギー資源高騰がもうずっと続いてるので、値段を上げざるを得ない状態ですね。残るお金がない値段を上げなきゃいけないみたいな感じにお互いになってると思うんですけれども、あのご確認くださいませ。はい、そんな感じでございます。ちょっと長寿番、あの聞き慣れない名前が多いんですけどっていう質問がちらっとあったので、ボタホリの長寿番についてはこういう感じで、2箇所で私は作ってましたという感じですね。はい。で、ボタホリの長寿番は、1回作ってみてものすごくいいと思って、もう1着作って、ものすごくいいと思って3着になったっていうのがボタホリの長寿番です。で、もう1個、千織さんの網代生地で作った木綿の長襦袢、そちらはモタハンさんで今シーズン販売するとモタハンさんが言ってたんですけど、どうなったかは知らないんですけれども、ですね、生地触った時にこれは長襦袢にできると思った生地だったんですね。あの滑りも良くてすっきり見えて非常に暖かくていいです。で、ただしやっぱりボタ織りと違って肩がすごく伸びるっていうのはないんですよね。普通の長襦袢と同じ感じっていうかね、この肩のところがこう斜めにストレッチで伸びるって、ボタ織りは斜めにすごく伸びるんですけれども、それがないので、利点としては結構モコモコしやすい木綿の着物とかでもここら辺がねすっきりするのは網代ですね。で、やっぱりボタ織りは一回クシュクシュっとなると、やっぱここら辺モコモコとなって着やすいっていうのはありますね。でも案外こういう合わせのつるっとした着物にボタ織り相性いいっすよっていうのはありますし、まあ、どっちもすごいです。網代も今一着、要は3月に生地に出会ってこれ長襦袢にしたいって言って、モタハンさんに長襦袢にしてもらって、マッケイさんと私が試しに長襦袢にしたんですね。で、これはいいと思って販売しようねって話はしてたんですけれども、そうっすねっていうね。で、なんかでも、あの、狭い幅なんですよね。なので、広幅で折ってもらうって、あの、雪の長い人も着れるようにっていう、なんか交渉されてましたね。で、網代も着て、思ったのが、あ、もう一着あってもいいよねっていうぐらい気に入っております。はい。で、対して、証券の長襦袢、私ほとんど今はもう登場しないんですけど、最初の頃はかなり冬場証券の長襦袢ちゃんと活用してました。ただ中のインナーをめちゃめちゃ着ないと寒かったです。で、ボタ織りとかその網代とか木綿の長襦袢になってから、この時期でも全然あのそこまでいっぱい着こまなくてよくなりましたね。それぐらい長襦袢って変わるんですよね。で、まああのモスの長襦袢も大好きなんですけど、モスってやっぱり毛なので洗っていくうちに縮れてくるんですよね。で、劣化がやっぱ正直すごいあるんです。で、そんなに洗いに強いかって言ったらそこまででもないので、お仕立て代、生地代の金額のことを考えておあつらえで、まあ最低5年は持ってほしいなっていう思いがあって、10年は綺麗に着たいなって、そのシーズンのものですしね、年中着るわけじゃないんで冬場だけなのでって思うと、モスはまあ本当に寒くてどうしようもない時にごっついモスが2枚あればなんとかなるかなっていう感じで、あとは木綿のこういう長襦袢で冬場いいんじゃないって。で、あとはその私の場合はリサイクルの方で見つかったりもするので、あのベスロンとかね、そういうね、あのモスの長襦袢って言っとるけど実は毛が入っていないモスの長襦袢ってリサイクルの生地でいっぱいあるんですけど、そういうのでちょっと間入れてったら、まあ着心地のいい長襦袢生活送れるかなっていう感じですね。はい。
まあ、全然参考にならないかもしれないですけれども参考にしていただける方が一人でもいたら嬉しいかと思います。着心地のいい長襦袢生活ってなんだよっていう感じなんですけれども大事なことです。はい、皆さんも着心地のいい長襦袢生活を送っていただけたらなと思っております。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。それでは皆様良い一日を。LINE オープンチャット、はい、あ、もう撮ってんの？はい、いいですか？はい、はい、近くにいる近くにいる着物好きの人とつながろう。 LINE オープンチャットなんだっけホームページを見てね